日本百貨店協会が今日発表した4月の全国の百貨店の売上高は1年前と比べて 72.8% 減少し、1965年の統計開始以来最大の落ち込みとなりました。緊急事態宣言により全国で外出の自粛が進んだことが影響しました。百貨店売上は去年10月の消費税増税以来前年割れが続いていましたが、ここへ来て大きな痛手となりました。